初めましての方は初めまして、そうでない方はこんにちは、こたつです。デトロイトやっていきたいと思います。ハンクと和解するということでいきましょう。いい情報掴んだぜ。3枠の5番だ。さあ、ちゃんと和解ができるかどうか。この馬マジで速いんだ。かけるか。それで前回給料1週間分すられたの覚えてるか。おい、今回は違うって。俺が 100% 保証してやるよ。間違いねえ。はい、ここをペドロ・アブダール。他はちょっと顔が見えない。アンダーソンの顔がなんかすごい若い。ターゲットの顔が見えない。わかった、乗るよ。よし、来た。こっち見てくんないから移動できないもんね。後悔させねえって。ったく何なんだ。人の言うこと聞きやしね。金魚の糞みてえに檻についてくんな。昨日の謝罪。署での私の行動についてお詫びしたかったんです。あんなことを言うつもりでは。おいおい、お前ごますり謝罪プログラムまでついてんのかよ。最近のサイバーラーキってのは気が利くねえ。スキャンできる、スキャンできる。この人誰？ゲイリー・ケイズ。犯罪抵逮捕抵抗衛生規定の違反。はあ、大丈夫か？買わない？キャニス、ホキャニってなんだ。他にスキャンすることはないですか？ないですね。お待ちど。お、なんだこれは。ハンバーガーいいね、美味しそう。でもアンドロイドは食べられないからね。まあ、ありがとうよ、腹ペコだ。そいつ置いてくなよ。ああ、心配すんな。俺にべったりなんだ。はい、ついていきます。若いな。ギャンブル、コレステロール、友人、ギャンブル。ペドロって男はあなたを違法賭博に誘っていた、そうですか。ああ。かけたんですか。ああ。はあ。こんなことは言いたくないんですが、あなたのお友達は違法行為に手を染めているようです。みんな生きるために必死なんだよ。迷惑かけてなきゃ別に。うん、なるほど。あ、上がるんだ。下がるかと思った。私について知りたいことはあるわけ。ああ、いや、ある。お、何？何？なんでお前はそんな間抜けな見た目と声にされたんだ。アンドロイドは人間と共存できるようデザインされています。私の声と容姿は社会に溶け込めるようデザインされているはずです。ほう。じゃあ失敗だな。ひどいこと言うな。個人的なことを聞いてもいいですか。なぜそんなにアンドロイドを嫌うんですか。いろいろ訳あるでね。ああ、教えてくれないか。兵隊の情報を共有しておきましょう。そりゃ助かるね。どうぞ。彼らは機体のソフトウェアに発現した何らかの変異に誘引され、人間の感情を模倣し始めるんです。分かる言葉で言ってくれ。実際には感情ではありません。非合理的な指示に制圧されたことで予期せぬ行動を引き起こしているんです。感情ってのは厄介な無理さ。俺たちはそう違わないのかもな。
前も変異体の操作を。ああ、あったな。数ヶ月前、ある変異体が屋上で少女を人質に取ったんです。少女は私が救った。まあどうせお前のことだから俺のこと調べ上げてんだろ。あなたは学校を首席で卒業し、事件で名を挙げデトロイトで最年少の警部補に昇進しました。ですがあなたはここ数年の間に幾度も懲戒処分を受け、バーに入り浸るようになった。だから何だってんだ。問題を抱えている人との仕事はおそらく一筋縄ではいかないでしょう。ですが私は人間のランダムな行動にも対処できます。おお、上がるんだ。今新しい事件の報告が入りました。このすぐ先です。見に行きませんか。それではごゆっくり。私は車で待っています。おお、なんか何なんだろう、良かったのかなこれ。なんかもう何が正解なのか分かったんよね。不安で仕方ないわ、まあ、とりあえずハンクの機嫌は上がったからいいよね。はい、バッテリーでも切れたか。すみません、サイバーライフに報告していました。お前ずっとエレベーターにいるつもりか。いえ、行きます。はい、行きます。で、男の情報は。あまり、近所の住人から妙な物音が部屋から聞こえていたと報告が。妙な空き家のはずなんですが、ただ LED を羽帽子で隠した男の目撃情報があります。 LED を。まったく人手が足りないってのにいちいち物音がしたってだけで操作してられるか。すみません。開けろ、デトロイト死刑だ。下がってろ。はい。え、これ助っ人行かなくていいの？助っ人行かなくていいの？これは先に行った方がいいの？鳩がいっぱい、鳩がいっぱい、鳩がいっぱい、めっちゃいっぱいおる。全くひでえ匂いだ、畜生。はい、何？開ける。とんだ無駄足みたいだ。いや、待って待って待って。もぬけの殻だ。何もない。まあだってアンドロイドだからね。アンドロイドだから、はいよ。え、これ、お、オイル？違うか、餌か。さあ、あとは、あとは、これは、お、ミリタリージャケット。RT。イニシャルでしょう。お、RA9 だ。自分のイニシャル？いや、RA9 だ。これはどういう意味だ？ RA9。 2471箇所も壁に書かれています。月よく数えたんだ。オーディスのアンドロイドが浴室に書いたものと同じだ。なぜこんなに取り憑かれたように。これはまるで迷路みたいだな。
倒れたってことは上に登った？お、あとは？ん？あとどこ？これか。もっと？再現。で、スキャン。ああ、なるほど。で、戻して、はい。リビングに逃げていった。リビング。おお、ブルーブラッドいるね。お、外してる。おお、シンクに LED が。やっぱりな、そりゃそうだろうな。ハトと暮らせるなんてに。ですよね。で、リビングに逃げたって書いてあったな。で、ここからこれが、はいよ。で、はいよ。で、あと一箇所どこだ？これか。んーで、再建。早送りしちゃった。で、ここに逃げて。玄関の方に逃げようとした。で、音がしたから、ん、ああ、スティッカーで、こっち行ったと。なるほど。で、で、おお、なるほど、なるほど、この上か。なあ、もうあとは勘弁してくれ。UFT、 なんだ UFT。 お、お、剥がれてる。これ関係あるの？鳥の、あ、なんかあんのか。これ紙の本で、俺以外にもこんなの持ってるやつがいたとはな。ああ、電子書籍ってやつは何かあったか。とはこの上か。多分あそこに何かある。ノートのようですが、ただ判読できない。なんだ、お、なんかカード。ああ、偽造されたものか。偽造の運転免許ですね。そうか、収穫はあったね。いや、この上にいるんだな。よっ、怖いな。キャッ、ったく、本当にムカつくハトだぜ。何ボケっとしてる、やつ追え。はい、はい、はいよ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 、はい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 、待て待てー。早いリスって楽だが時間かかる。早いリスが高い。はいよ、はいよ。で、バランス取れた経路こっち。よいしょい。完全こっち行く。よっ、まだか。かよっ、はいよっ、はい、はいよっ。で、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 こっちか。うわー、え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 、で、どうすんの、こっち。え、
で、安全な、はい、安全、こっちやっぱ安全な方行かないとね。はいよっ、早く早く早く、よっ、ヒュー、わー、ふい、はいよっ、こわっ、マジか、こんなとこ行くの冗談きついぜ。ほんとそうだよ。よっ、はい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 、待て待て待て、待ってー、待てこの野郎。安全だが時間だ、間違えた、ミスった、はい、ここに入る、よいしょ、ああ、ああ、で、どこ行った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 、あ、これ、オッケー、あ、あ、大丈夫、あ、危ねえ、くそ、あ、ちくしょう、もう少しで、くそ、私のせいです。もっと急いでいれば、俺が足引っ張ったんだよ。まあいい、顔は分かった、見つかるさ。はあ、やられた、やられた、いはい、何でもないちゃんと言って、ハンク気になるから。いやー、捕まえられなかったねー、もうちょっと俺も何回か失敗したからな。はい、次こそは捕まえてやる。あなたたちは逃亡者、君と同じだ。俺はジョッシュ、サイモンだ。ノースよ。アンドロイドだけが道をたどれると分かっていたのか。仲間のみがジェリコを見つけられる。印を解読したなら仲間が君に鍵を渡したってことだ俺たちが自由に暮らせる場所、ジェリコを探す。何人いるんだ。まだ稼働しているのは19人、他の人は逃亡中に損傷した。みんなジェリコを目指すけれどたどり着けないんだ、残酷な人間たちのせいで。ここがジェリコ。奴隷生活から逃げ出した者の隠れ家さ。君の気持ちはわかるよ。でもここにいる方がずっと自由だ。何かが起こるまで待つだけ、そんなのは自由じゃない。君も迷子なんだね。でも今はこれで我慢するしかないんだよ。ここは安全だ、好きなだけここにいるといい。ルーシーに会って、きっと助けてくれる。誰、ルーシーって。休む、ルーシーを探す。ルーシー、火を起こす、火を起こしていいの。弾取る必要性ないもんね。でもお、なんかすごい死にそう。僕、ひどい状態だろう。
診断プログラムももう動かない。動いたところで結果は変わらないけどね。何があったんですか？車の後ろに縛り付けられてね。人間の暇つぶしさ。ひど。シャットダウンするの。いや、死にたくない。ひどいな。さあ AI してるものに対してね、ひどいことよくできるもんだ。え、これってかさ、つけてっていいの？これなんか見つかるんじゃないの？出る、鼻歌歌ってる。これあえて自分から見つかることをしてない？人間は死ぬことを怖がっている。怖い怖い。死んだ後はどうなるの？さあ、僕にはわからない。私はあと数秒で死ぬわ。あなたの名前は？マーカス。会えてよかったわ、マーカス。辛いよ。あ、死んでる人もいる。ん？子供？子供？いらなくなったからって捨てられたのさ。ここに来るまで路上生活してたんだ。何かしないとみんなシャットダウンしてしまう。子供のアンドロイドもあるんだ。ブルーブラッドと生体部品がいる。シャットダウンした人から回収してるけど、それじゃ足りないんだ。じゃあどうするんだ？みんなゆっくり死んでいくんだよ。川？あ、ここもつけてっていいのか？なんかあんのかな？これはなんだ？あー、部品とかなんだ。へー、サイバーライフ。おう、あー、サイバー取りに行くってことか。そんなことすんの？大丈夫？よいしょ。で、この上は？はい、離す。いつからここに？4週間と3日と11時間。逃げた時行く当てがなくてね。ジェリコに来るのが一番かなって。みんなかなりひどい状態だ。人間に逆らうとこうなるのよ。見下して受け入れようともしない。一体誰がここ？今じゃ誰も知らない。誰であれこの船のどこかに眠ってるんじゃない？うん。安らぎが欲しいならよそに行けば。
全部聞く感じじゃダメなんだな。あとはで、このあれだな、ルーシーに会わないといけないね。あ、この人あれだ、乗ってた人だ。で、ここから鼻歌が聞こえるんだよな。あなたがルーシー？あ、壊れてる。あなたがルーシー？座って。座る。見せて。はいよ。ああ、傷。止めてあげましょう。痛みってあんのかな。あ、痛みはないんだ。飲んで。え、もらっていいのこれ。よっ。手を出して。はいはい。持ち、すべて失い、その後ひどい地獄を見てきた。心は闇に覆われ、でも影もあり、また光もある。どちらが勝つか、私たちの運命はあなたの手の中に。困るよ、そんな重要な役割。はい、ということで今回はこの辺で終わろうかなと思います。また次回お楽しみください。じゃあねー。